はい、皆さんこんにちは。本日はですね、珍しくちょっとコラボをさせていただいておりまして、金子さんです。珍しくっていうか初なんですよ。そうです、こっちのチャンネル、このチャンネルの初なんですよ。もうたまに他の人が出るぐらいのことがあって、コラボっていうのはないです、YouTuber としては。あ、なるほど。はい、はい、で、ということで、ぜひ自己紹介。はい、チームシケイダーという名前で SNS では活動しています。金子と申します。よかったら、多分概要欄貼っていただいてると思うんで、僕はフリーでビデオフォトグラファーとして活動しています。よかったら本当に、YouTube はゆうすけさんほど全然真面目にやってないんですけど、ちょっといろいろこれから大きい企画とかも結構やっていければと思ってるんで、よかったらぜひチャンネル登録とか、インスタグラムとかフォローしていただいて、なんか見せ物だと思って、チェックしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いいたしま す。フォローしてください。はい、はい、それではですね、本日ちょっとこうブラブラさせていただきながら、まあ、私ですね、こう動画とか楽しんで撮影しておりますけど、私自身にたびたび言っておりますが、センスが全くない。撮影のまあ簡単なことだとか編集とかっていうのは勉強でどうにでもなると思うんですけど、センスがないってなかなかどうにもならないんですよ。っていうところで今日ですね、もうやっぱりプロの方にですね、お話をちょっと。いや、僕ね、仕事でやってるっつってもいろんな人がいるんで、僕みたいな底辺っていっぱいいるんでプロだからって、あ、すごいんだって、まあ、思ってない人多いかもしれないですけど、思わなくて大丈夫です。いやいや、もうでも本当に今日ちょっと教わろうと思いまして、はい、で、まあちょっとね、このしっかり面白いですよ。本当ですか。みんな見えないと思いますけど、こんな風な感じなんだ。そう、なんか撮影してる側とされてる側とちょっと印象違いますよね、見ると。めっちゃあれなんですね、すごい、もう体幹がずっとブレてない。ずっとこんなずっと体幹ブレずにすごい真剣に話してるから。あ、ちなみにこう体を揺らしたりするとさすがにこの手ブレ補正優秀つっててもダメになるんで、でこうしっかりですね、こう台本作ってきましたんで、これをですねちょっと解説をさせていただきながら、とんでもないです。でちょっと教わっていこうと思うんですね。で最初になんですけど、まあそのセンスどうこうっていうのもあんまりこだわったところではなくて、こういうふうにちょっとすると変わってくるよとかっていうところで、まあ私のチャンネルのコンセプト、気軽に気楽に楽しめるってすごく大事にしてるので、スマートフォン等を使ってですね、ちょっとおしゃれにちょっと変わっていくよっていうところで、何かこうコツを教わっていきたいと今日思ってるんですね。いや、ただ僕は普段の用途で、はい、プライベートでも何でもあんまりスマートフォンを、はい、いいの持ってないっていうのもあるんですけど、これ iPhone 15 Pro Max なんですけど、はい、こんなのともう天と地の差のあるものしか使ってないこともあって、いや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 、結構分化してるんですよね、はい、逆にそういう同じカメラマンって言っても、はい、そのジャンルとかもうなんかその本当にボクサーと総合格闘技の選手で、はい、バンタム級とヘビー級の選手が俺の方が上だみたいな、はい、俺の方が試合が面白いみたいな、そういうガチャガチャやってるような状態なんですよ。だから、僕のお知り合いでもいるんですけど、はい、SNS 普通にカメラもいいカメラ持ってるんですけど、はい、活動としてはスマートフォンとかそういうのを使って面白い映像を撮るみたいな、はい、そういうので有名になった方とかもいるんですよ。なんかその僕はどっちかというとそっち側の人間じゃないんですけど、はい、僕も今僕も結構勉強中で、はい、そういう中のなんか一緒に学んでいければなって感じで。いや本当にです。私もこう機材関係のことでアドバイスできることっていうのをぜひですね概要欄に貼っておくんで見ていただきたいんですけど、コラボさせていただきまして動画をアップさせていただきましたので見ていただければと思います。僕の100倍資料とかも作っていただいて、いやめちゃめちゃもうすげえ丁寧にやっていただいたんで、僕の方なんか本当手抜きみたいな感じで申し訳ない。とんでもないです。手抜きじゃなくて技術を少し分けていただければと思いますので、もうすぐできるやつだけ、はい、お願いいたします。はい、でいくつかこう区切り分けてると思うんですが、まずなんですけど、その動画を作る際おしゃれなオープニングのコツというところですね。はい、で台本をいただいているので、これもですねちょっと私がこうまとめてちょっと角にですね貼り付けておこうと思うんですが、はい、まあやっぱりあんまり長くない、ざっくりまとめるとあんまり長くない方がいいだろうっていうのと、長くするんだったらそれなりのこう内容を作る必要があるってことですね、ここら辺は。そうですね、ただ YouTube のオープニングっていうことであれば、僕のチャンネル、はい、ゆうすけさんのコラボでもオープニングいつも使ってるオープニング僕貼ってると思うんですけど、はい、あれ正直長いです。多分20秒ぐらいあるんですけど、あ、はい、まあ、当時すごい気合を入れて作ったっていう自分のエゴのせいで、はい、すごい長くなっちゃってるんですけど、まあ飛ばせるかな。だから僕は自分で逆に他の人の YouTube 見るときに、はい、オープニングあるんだったら一瞬か、はい、もういつも見てるから飛ばした方でいいんですけど、飛ばしやすい。なんか5秒とか10秒だと逆に飛ばしにくいじゃないですか、はい、なんか行き過ぎちゃうとか、はい、だからまあ
ちゃんとやるんだったら20秒ぐらいがマックスで、もうなしか、もうなんかチャンネルが認知され始めたらもうみんな分かってるからもうなしでもいいよねとか、そういう感じでいいのかなって個人的には今思ってます。確かスマートフォンとかダブルタップであれですもんね、15秒飛ばせるんでしたっけ。そうそうそう、そういうのを考えて長さを調整する、はい、なるほどですね。それで短すぎると余計なとこまで飛んじゃうし、そうそうそう、で長すぎると飛ばしても終わらないよって感じがちょっと、まあ、考え方の一つとして肝になってくるわけです ね、 そうですね。一瞬か20秒ぐらいあってもいいんじゃないかなぐらい、はい、じゃないですね。今のこうアドバイスまとめますと、そのあんまり長くない方がいい、本当一瞬か、もしくはその20秒ぐらいにしておいて飛ばした先でその動画を見損なうっていう形がない方がこうちゃんとこう気遣えてるんじゃないかなっていうところがまず YouTube としては一つですね。あ、はいはい。で、ですね、その中でどういうふうに、まあ、撮影をするとおしゃれなのっていう、私がない一番ないところおしゃれの定義にもよるんで、まあ、これは本日私も金子先生なんで先生にこう教わった内容をちょっと私がこう試して撮ってみて、はい、でこの動画のですね、終わりの終わりというか、そのこのペン、この辺の終わりのところにちょっとペット貼り付けておこうと思うので見ていただければと思います、はい、というのがまず一つ目ですね、はい、風景撮りとか今しといた方がいいんじゃないですか。 iPhone って全然いいと思う、動画でって感じですね。自分で編集する前提 の画質でやっていただいて、はい、これあれですか、超広角あるんでしょ。超広角こっちですね。あ、じゃあ広角質でこれでいいですか。広角でちょっと上向けて、これ余計なんでこれ切りたいです。ここで切ってこういうことですね。はい、これでまず止まるじゃないですか。はい、一応これで撮っておいて、僕いつもやるのは、はい、先でやるのは一応静止バージョン撮っておいて、あとパンパンちょっと横に振る動きをつけて、ゆっくりゆっくりめに風景全部動きつけていく。で、逆にしたかったら逆再生すればいいじゃないですか。あ、確かにそうですよね。それであとはまあ余裕があったら上下も撮って、はい、上下でメインとしたら端のあたりがメインでいいですね。あとこのカーブとかもほらいいじゃないですか。このカーブ、このカーブも入れると、はい、ここだとなんかあんまり他にないような、そうそうそう、あ、これいけないか。あ、超広角にするとどうですか。でこれ超広角にして、超広角にするともうなんかできるだけここちょっと切って、ここがボトムラインにして、ここがあんま入らないようにして、はい、上下とかこんな感じ、そう、斜めとか上下とかにこうなんかこうじゃない、こっちにこうなるのかな。そうすると、まあ、そうですね、それはもうなんか周りに何があるかどうかでちょっと適宜判断して、そうですね、あとはここだけで止まってるやつ、ここを入れ込んでカーブとか入れ込んで、ああ、そうそうそう、そういうのを一応止めのバージョンも取っておくと、いろいろ何でもどこでも使えるじゃないですか、はい、でポイントな、じゃあこれ一つテクニック今入れちゃっていいですか。はい、もちろんです。僕はもうこれあれなんですけど、大体始まる、まあ、動画の素材としてこういう風景のカット、はい、素材として撮るときに、はい、最初はめんどくさいっちゃめんどくさいですけど、最後だけでも、はい、何でもいいですけど、終わったら手首振ってバッて振って終わらせます。手首トランジションという台本にあったやつですね。こういうやつ、何でも方向は何でもいいですよ。はい、まあ、こうでもいいしみたいな。で今はほら簡単に無料のやつでも、はい、そういうトランジションってもともとついてるんで、はい、できるっちゃできるんですけど、止めて取っておけばできるっちゃできるんですけど、はい、手首でこうアナログでやっておくとまた動きが違うんですよ、はい、だから最初と最後っていうのは、最後と最初にやっておくとどう組み合わせても最後につなげられるじゃないですか、はい、ちょっと早送りとか最後だけすれば。ということはじゃあこれもこの画角で撮るとしたら、そう、バッてだから止めるのが難しかったりとか、バッチリした感じで止めるのがそう、こんな感じですね。できそうな時はそういう風にやって、ただめんどくさい時はもうそこだけ前半最初の時だけトランジションで編集でつなげちゃって、はい、ただ片方だけでもアナログでバーってやっておくと、あ、そっかそっかそっか、動きがいかにもこう編集でやった感意外と出ないですよ、アナログでやっておくと。ない方も、まあ、似たようなほら動きがバーって変わるような、そっちでつなげちゃう、あれを前半だけつなげちゃう、それだけでも結構違うんですよ。あ、 100% その編集のあれでつなげちゃうのと、アナログとデジタルって感じで、だから斜めとかにやっておくと、はい、なんか方向何でもいいって言ったのは、はい、こう逆にぐちゃぐちゃランダム感があった方が、はい、なんかわざと臭くないっていうか、なんかそのなんかいかにも編集でやった感も出ない、はい、で編集でやった感出ないのがポイントなんですよ、いい編集って。なるほど、編集でやったんだなみたいな、まあ、編集でできることもいっぱいあっても、その編集でやってないっていうのがすごく大事なポイントになってくるわけですね、うん、これ編集どんなにすごいのやっても、はい、みんなに見慣れちゃってるから、あ、これ編集でやったんですねってどっかで意識働くと、はい、すごいって感じにならないですよ。いやすごい、今のだけでも私からするとすげえっていう感じがしますそうそう、全然普段意識しないでやっぱりこう綺麗に動画を撮るっていうのも、はい、止まってますよねとか、その程度ぐらいの意識しか私ないので、うん、
であとはその画角ですね、そういうところぐらいなのかなと思ってたんですけど、その今手首を動かすってトランジション、はい、とかっていうのも、まあ、あるのは知ってたけど、そういう時に意識こういう風に持っていくといいよとかっていうのを言語化してもらえるすごいありがたいと思いましたね。だからほら誰でもできるじゃないですか、はい、誰でもできてその手間でもないじゃないですか。で手首しかも瞬間的ですもんね、この動きだけだから、癖つけとけばいいと、終わったらこうやってやるみたいな、はい、終わったらこれって終わるみたいな、そういう癖つけとくと、あの Vlog とかの感じだと便利なのかな、はい、横でもいいしって感じですもんね。何でもいいですよ、もうとりあえずなんかバーって動かして終わっとくみたいな感じ。いやーすごい、今のだけでも私は金払ってもいいと思いました。いや全然全然、いやだってこれってなんかね、本とかに書いてあってもこれ何のことだって終わるじゃないですか、はいはいはい、あの実際にこうだよっていうのを口でこう体験して教わるってことと、でも本だとかそのまあ動画とかでもこういう風にやるよってあるけど、その方たちがどういう動きしてるってあんまりないと思うんですよね。実は簡単なことっておっしゃりましたけど、その簡単なことが分かるのと分かれないのとはちょっと違うと思うんですよ。あ、まあそうですね、はい、あとなんかもし iPhone であの僕がほら画角の、はい、多少なんか指示してたじゃないですか、はい、あれも慣れてる人とか多分皆さんが見て写真うまいなって人って、はい、脳内でファーって一瞬で考えてバーってああいうことやってるんですけど、どこ切るとかどこ入れるとかやってるんですけど、はい、まあそういうこともそうですね、はい、俺なんか頑張って言語化しましたけど、はい、あれもやっぱり自分でやってるときはもう女の別に、ね、誰かに喋ることもないから一瞬でバーってやるんですか、うん、そう、自分でやるっていうのが無意識っていうのと、またそれを伝えるって全然ないの違ってきますね。そう、そう、だからそういうところで、だからそういうのって本当言語化しにくいところっていうか、はい、すごくわかりますよ。本読んでもわかんないところなんじゃないですかね。なかなかいろいろあるじゃないですか、三分割をとかってあるんですけど、はい、三分割法はね、簡単にみんなすぐとりあえずやっとけば良くなるようなあれなんで、はい、おすすめっちゃおすすめなんですけど、はい、まあ、細かいとこなんで、もう説明しようと思うとこんなまどろっこしいわけです。わかります。でその間にほらシャッターチャンス逃しちゃうわけじゃないですか、はい、あのね、場合によっては。だからそれはもう普段からもう慣れとくみたいな、ええ、そういう頭の中で常に意識しておくみたいな。そうそう、絵でも絵は画角バッチリ決まってるんで、絵画って、はい、とか、あといい映画とかは全画とバッチリ決まってるんで、そういうの普段から。それも確か台本いただいたところに書いてありましたね。いやいや、とんでもないです。はい、まあ、そうだ、こう動画のこう考え方どうやって学ぶといいっていうのもちょっとこう今日この後ですね、教わりながらこう雑談形式プラス私は資料を貼っておこうと思うんですけど、はい、今のお話ってちょっとそこにこう入ってきまして、はい、まあ、その動画とかセンス、私はセンスないですよ。じゃあセンスってどうやって身につけたらいいんですかって話を相談させていただいたんですよね。そう、今そのお話です。センスなんてもう人がいいって言えば何でもいいって本当に本心からね、忖度とかなんかお金もらってるからとか、はい、あのコネがあるからとかそういうんじゃなくて、赤の他人が見ていいと思うのがいいと思うんで。本当ですね。それを思ってセンスというかあれなんで、もう分かんないですけど。いやでも本当何かあのファン化とかってよく言うじゃないですか、はいはいはい、っていうところにその自分のこの世界観がいいよって好きだって言ってくれれば一つの正解なんでしょうね、その辺っていうのも。でも今の現代に生きる人は、はい、あの間違いなく昔の人よりも全体的にやっぱそういうセンスは上がってます、はい、なんでかというとみんなほらインスタグラムを見てるわけじゃないですか、はい、頼んでもいないのに勝手にそういう写真が流れてくるわけですよ、はい、で別に全部が全部とは言わないですけど、まあその中には結構別に無名の人でもいい写真は、ね、すごい綺麗な写真とか画角がきっちり決まってる写真もあるわけですよ、はい、そういうの本能的にみんな見てるし、うんうんうん、やっぱこう旅行とか旅先行ったりするとみんなそういうインスタ映えスポットというところで、はい、あ、ありますね、みんなカメラを持ってるし、はい、で昔の人なんかね、はい、カメラマンしかこんなことやんないじゃないですか、はい、こうやってこうなんかもうちょっとこっちとか、はい、やんない、画角というのを気にしないじゃないですか、その昔の人って、はい、でも今どんななんかもう全然素人、全然そんなことやってないような人も、はい、全然あのちっちゃい子とかでももうちょっとこっちとかやるわけじゃないですか。その時点でもうレベルが底上げされちゃってるから。そうですよね、もう大変ですよね今。そういうのでお金をもらうっていうのはもう差がなくなってきてるってことなんで。今ふとちょっとその話の流れで思い出したんですけど、昨日綺麗なお花が咲いてるところをお散歩してたんですよ、はいはいはい、そしたらあのおばあちゃんがですね、はい、あのガラケーですげえローアングルで写真撮ってたんですよ。あ、はいはいはい、そういう発想っていうのも昔なかったでしょうからね。そう、絶対普通の人はないじゃないですか。その辺が本当に時代が変わったってところに繋がってきますね。だから別に勉強というか結構皆さん触れてるんちゃ触れてるんですよ、うん、昔よりは絶対そういうものに触れてるからセンスは上がってる、そういわゆるセンスみたいなのも絶対底上げされてるという理屈なんです。
それをこう受信できるかできないかっていうのはやっぱりその意識していくとかそういうところなんですね。そうそうそう、だからいくら言っても聞かない人っているじゃないですか。いくら言ってもなかなかできるようにならないとか、そういう受け手の問題が大きくなってるのかもしれないですね。で、ですね、その勉強の仕方というところで、その感度というところと、それだけ実はですね、受信感度っていうところと、皆さんこれだけ情報にはいろいろインスタグラム含めていろいろと触れているわけ、はい、っていうところがですね、やっぱり勉強になる。であと、そのおすすめの作品であったりだとか、そういったところって何かあります？本でもこうビデオでも映画でも何でもいいんですけど、ジャンルで言うと、はい、ジャンルの話をすると、はい、例えば単純な今そのアングルとか一瞬画角どういう場所でもこういういろんな場所とかで、はい、そこの環境に合わせた適切な画角みたいなのを、はい、まあ時短一瞬でとか、はい、その画角の質とかそういうのを学びたいんだったら、ちょっとさっき使ってるか分かんないですけど、映画なんか全カット決まってるんですよ、はい、全カットバッチリ決まってるわけですよ、ちゃんとした映画だったら。そう、その辺もちょっと台本にいただきまして、あ、今ちょっと撮影途中で止めちゃいましたけど、その辺っていうのもちょっとですね、こうアドバイスいただいたところまとめておこうと思いますので、よかったら拝見していただければと思います。もう予算じゃないっていうふうに書いてありますけど、本当いろいろともう見れるもの、学べるものっていっぱいあるわけなんですよね、はいはいはい。でそういうのを学びたいとか、あとストーリーとか、はい、そういう物語とかそういうのありきの映像みたいな、はい、それ映画ってそれ映画そのものなんですけど確かにそれはもちろん映画を見ないと、もちろんある程度のところまで映画見ないと、はい、いい映画だけでいいと思うんですけど、それを見ないとダメだと思うんですけど、こういうことですね、この手首トランジションそうそうそうです、こう取ってパッと、まあ、斜めとかなんか適当にもうバッてバッてやっちゃうぐらい、もうそんな丁寧にやらなくても片手で大体操作すること多い。ああ、なるほどですね。あ、これちょっと大きいから、プロマックス、そうそう、大きいから片手でいけないのがちょっと難点なんですけど、まあ、こう片手でこういう風に持っちゃったっていうことですね。適当に下ろして後で早送りするんです、ゆっくりめでも、スピードがゆっくりめでも、 そこで早くしたり遅くしたりっていう、あえて雑で終わっといて後で早送りバッとするとなんかふわーってなんか、まあ、音関係ないですもんね。そう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 。あ、でもこの辺本当になんかその動画撮ったらそのまま使わなきゃいけないっていう印象私はまだあるんですよ。あ、そうなんですか。っていうのが、まあ、普段の動画ですね、やっぱり大編集時代でというか、やっぱり語ってるのが多いんで。あ、なるほどそう、だからこの辺っていうのはやっぱり私はこうどちらかというと自分の考えとかを収めてるっていうところで、はい、まあ、作品じゃないんですよね、教材みたいな感じになっちゃってるんですよ。あ、なるほど、はい。に対して今日金子さんに教わってるのは、私はその作品作りの、はい、まあ、私からすると入り口じゃなくて結構これ真髄だよなっていう話もいただいてると思うんで、はい、まあ、なんかこういう話を聞けるっていうのも結構私は貴重なんじゃないかなっていう。あ、こういうリフレクションとか撮っておけばいいじゃん。あ、リフレクション、この反射してるやつですね。これ超秒シャッターとかで撮りたくなりますね。アップで撮っといた方がいいかも。せっかくじゃあプロマックス望遠なんで、アップでこれだけで揺らめいてるのを固定でいいと思うんですよ。こんな感じですかね。いや、もうちょっともうこれ端いらないんで、この揺らめきだけでいいと思う。こういう、はい、せっかくね、これプロマックス望遠いけますね、すごい。買ってください。いや、来年からまだ使えるんで今のがバッテリーが切れ始めたちょうど。で、なんかオープニングのポイント、なんか部分で端込むと、はい、さっきは引き目で撮ったのが多いじゃないですか。そうですね、通常か引き目で撮ったのが多くて、はい、これ望遠で使ったじゃないですか、はい。まあ、単純な話、これよく言ってますけど、はい、まあ、アングルの種類を単純にばらしておくだけで、はい、まあ、どうとでも使いやすいですし、単純にこう新鮮味、まあ、意外とそれみんなやらないですよ、はい、みんな同じ画角でやっちゃったりとか、はい、同じようなパターンだけでやっちゃったりとか、はい、まあ、とにかくばらしておく、はい、なんか何でもいい、ランダムで決めるんだったらバラしておくと、あの A ロールとか B ロールとかみたいな話ですかね。まあ、そうだろうな、まあ、全部そうですね、はい、A ロール B ロールってのはそのなんか性質が違うってことですよね。映画の中で風景がいきなりなんか場所が変わった時に風景だけ変わるとか、はい、あとほら料理の説明をしている時に、はい、なんか合間でこうなんか植木の話とか猫の写真をなんか癒しで入れるとか、そういうなんか全然違うのが多分そういう性質のものなんで。そう、実は私この A ロール B ロールって言葉知ってるんですけど、言語化は今日できたの初めてっていうか、これ、あ、そういうことなんだって初めて分かったので。例えば2カメでなんか大きカメで、はい、自分で動画撮るときあんまり2カメやんないかもしれないですけど、はい、もし2カメでやるんだったら片方多分アップで撮るじゃないですか、はい、だからそれ単純に、あ、それのパッパと、そう、なんか単純なところだとそれみんなやるじゃないですか、はい、なんとなくこっちはアップにしてるとか、インタビューのほら動画とかでも、はい、なんか切り替えるときアップになってるじゃないですか、はい、っていうのはもう全部そうなんだよ。なるほどですね。じゃあそれを例えばなんだけど、その題材で例えばこのアクション4の動画を撮ってたとしたら、アクション4で撮ってるはずなのにアクション4のこう撮影してるような動画って差し込んだりとかっていうのもそういうことになってくるわけですね。ああ、そう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 、
へえ、いやあのへえっつって言ったらあれなんですけど、これ分かる人、まあそんなねやってる時点で当たり前だろみたいな、はい、いうレベルの話をしてますけど、はい、いや、まあ、簡単に話してる、はい、でもあのそれが当たり前の方と当たり前じゃない方っていうのはすごくやっぱりいると思うんで、まあ、よかったらあの僕のチャンネル、あの作品集のリンクがあるんで、よかったらそういうのを見てもらえれば、それあのそういうのどんなものでもそれは基本的にはそういうのを使ってるんで、そう、実は私も最近徐々にこう見させていただいてるんですけど、全てしっかり見たいなと思っている中で、まあ、あのなんとなくこうご存知だと思うんですけど、毎日更新って結構ハードなんで、あんまり時間取れないんですよね。いや、それ全然いいです、それ全然いいです。僕もあのゆうすけさんの全部は見れてないです。いやいやいや、あの全部見たらもう本当大変なことになると思うので、それは全然気になさらず、ええ、その辺ちょっとまた追って見させていただきます。もう本当こうただでって言ったらあれですけど、見ることによって学べるっていうことがどれだけありがたいことかって思うんで、まあ、だからその同じもの見ても、はい、真似しようと思ってもその真似しようって発想すらない人とか、はい、真似しようと思っても全然分からなくて どこからやればいいか分からないとか、はい、で 見るだけで多分こんな感じかなって分かるとか、そういうのもやっぱりいろいろ違いますよね、はい、なんかあれですよね、はい、あの手首トランジションの話で思ったんですけど、はい、みんなやっぱりこう動かさない、まあ、要はこうずっと同じ視点でみたいな印象が強い方ってやっぱ動かすってことにすごい抵抗あると思うんですけど、はい、それだけでもその固定概念壊せたなって今日思いますね。いや、ただあの動かさないのは正解なんですよ、はい、あの全然慣れてないうちは下手に動かすよりはちゃんと固定で綺麗に撮って、はい、それをちゃんと普通につなげるだけで基本それ別に悪くないんで、はい、それは全然間違ってないです、はい、で手首トランジションも別に今日動かしてないところからのやつなんで、別にそれはなんか、はい、あのワーク、いわゆるそのちょっとあのほらこっちから一応動かしておきましょうかってあとワークですけど、はい、でもそれだけじゃなくて固定でも撮ってもらったじゃないですか、はい、それって編集のプランが決まってないから僕も自分でそうやるのはどうなるかわからないから全部撮っておく、はい、だから動かすと逆に微妙な時だってあるんですよ。あ、動かす必要なかったなとか、はい、あの鬱陶しいなとか、前後のつながりでここだけ動いてるとなんか変だな、鬱陶しいなっていう時どうなってもいいように、はい、基本固定なんですよ、はい、固定でしっかりちゃんといい画角で撮るのが絶対基本で、はい、で一応バリエーションとしてどうなってもいいように動かで、面倒くさかったりとか分かんない人は、はい、とりあえずしっかり固定で撮れば全然間違ってないです、はい、でそこからまあその動きをちょっと素材として撮っておけってことでございますね。とかあとはほら最初からちゃんと計画をつけて、このオープニングの話も最初から全部がカット、こういうカット撮るって根底って、はい、ほらあの書くのあるじゃないですか、はい、皆さんでもそう根底とかそのあたりですね、そういうのをちゃんときっちり力作るんだったら、それは前後のつながりをちゃんと 100% 確定できるんで、はい、ここからこう動いてくるとここは動かさなきゃダメだとか、はい、そういうことになってくるわけで、はい、分かんないとか怖かったら別に動かさなくて全然いいと思う。もうやっぱりあの固定のショットってのは基本中の基本なわけなんですね。そうです。でそこからその、まあ、ちょっとおしゃれになるよとかっていうところで、そういうトランジションっぽい動きだとか、その動きっていうのを、まあ、取っておけば後から足すことはできるよねっていう発想でございますね。いやなるほどなっていう。いやだから全然あの間違ってないですよ。下手に動かしてしょっぱくなるぐらいだったら、はい、あの全然あの博打なんで、やっぱなんか何かをアクションを起こすってことはデメリットもあるんで、やってみた後に全然これじゃねえよってなることもあるわけですもんね。だから怖かったら全通り撮っとけばいいです。あの固定してあと自分のできるベストな画角でこう動かしてみて、はい、でどれがいいかなってどうとでもなるように、はい、あ、なんか、あ、いや違います、あの今動かれてたんでちょっと撮っとこう。あ、全然すいません、はい、あの私自身もこう吸収したいなっていう気持ちとともになんで、そうですね、いやでも本当あれですね、このちょっとした意識とあとはその積み重ねと経験でまたその慣れてきた時に次の知識って入れてきゃいいと思うんですよ、はい、って言った時にこの手首トランジションとその固定プラスこういうの撮っとけばいいよねっていうのをちょっと意識するだけでも全然映像の質変わってきそうですね。うん、そうですね。特に今 iPhone でこの今その iPhone15 すごいいいんで、はい、もうカメラも何種類もあの何よりでかいのは 50mm 相当でも撮れるようになったじゃないですか、はい、だから基本 50mm が一番ナチュラル、35から 50mm が、はい、まあ、それ人によるんですけど、はい、ナチュラルに近い、人間の目のナチュラルに近い感覚の画角なんで、はい、それが iPhone でもできるようになったんで、だからせっかく持ってる方なんかはあのそれでそれをそういうの画角だけで一回撮ってみるのも面白いと思うんですね。もうその焦点距離を固定するわけですね。映画っぽくしたいんだったらいわゆるそういうナチュラルな画角だけで、はい、あの自分で動いてあのレンズで言うと単焦点使ってるみたいな、はい、そういう感じで、まあ今あれですもんね、こうおしゃれだな
あの傾向とするとやっぱり Vlog っていうのはすごくこう流行ってきて、はい、広角レンズめちゃくちゃ増えましたもんね。そう、それは iPhone が基本ほらメインのレンズが広角、はい、28から、iPhone13 から 24mm に確かなってるんですよ。そうです。っていうのもやっぱその流れだと思うんで、その 50mm っていうところですね、はい、に意識していただくっていうのは私もなるほどなって思ったんで、ちょっと今度ですね、はい、何か撮ってみたいなと思った時に試していってみようと思います。そう、いわゆる映画なんかシネマティックという、僕はあんまり好きじゃないんですが、シネマティックという言葉が流行ってますがいわゆる映画っぽくしたいっていうんだったら、はい、単純にそういう風にそういうカットを多くするだけで、はい、それっぽくなりますよ。なるほどです。広角が溢れてるんで逆に、はい、でトレンドもそうなんですよやっぱり、はい、なのであのそうじゃないので撮るだけでもやっぱ目を引くんじゃないですか。そうですよね。やっぱり目立つって何かって他であんまり見ないけど、こうまとまってるものって目立つと思うんですよ、はい、あんまり他にも見ないほどこうぐちゃぐちゃってのじゃちょっと違うと思うんですけど、はいはいはい、まあ、映画っぽいよねとか、その何か他の情報があったりでそれっぽくなったら、やっぱり他の人がやってなかったら綺麗かっこいいとかそういう風に目立つと思うんで、はい、まあ、少しずつでもその動画を撮ってる時に取り入れてみると印象変わってくるかもしれないし、腕も上がるかもしれないですね。今日って僕の持ってるやつよりも長いなんか棒って持ってたりします？棒はないですね。じゃあ僕のつけられます？あれ三脚穴あればつけられるんですけど、三脚穴ないっす。あ、ないんだ。これって外せないですか？これ自体は外せるかもしれないです。それでもし棒を使ったら、1個、まあ、ほら多分書いてあるんです、テクニック的な、はい、普段と違うアングルみたいな、非日常のアングルとかどっか書いてある。あ、これか、はい、ちょっと今工夫のとこ、撮影のちょっとした工夫ですね。で、あ、どっからでもいいんですけど、はい、ぼちぼちこの辺りで撮っておいた方がいいかな。あ、よろしくお願いします。どこだ、自撮り棒、はい、で非日常のアングルってこれ見出ししか書いてないですけど、はい、どういうことかっていうと、僕はさっきナチュラルな画角って言ったじゃないですか、はい、で僕は非日常のアングルっていうのは、はい、だからこれ僕たまに動画でも言ってるんですけど、はい、例えば映画とか長く時間を使って見るやつとかは、はい、ナチュラルな方がいいんです。リアルに近いリアリティとかよく言うじゃないですか、はい、だからレンズも 50mm とかナチュラルに近い画角、はい、そういうのって目に負担、なんかメンタル的に目とかその頭に負担がいかないんですよ、ナチュラルだから、はい、まあ、普段見てるところに近いわけですね。そう見やすいし、ちゃんと画角撮ってるとすごい気持ちがいいわけですよ、はい、ただその今って僕もこうインスタグラムとかやり始めてすごい実感してるんですけど、はい、やっぱり1枚一瞬もう時間を取ってくれないショート動画とかインパクト勝負になってるんです、はい、結構はっきり言って、はい、でオープニングも短いじゃないですか、はい、そうすると多少まあ、今の僕のやつはそこ、まあでも今の僕のやつもドローンの映像とかね、はい、ドローンも広角なんで、まあ、そういうそのインパクト重視のカットとかもあるんですけど、はい、単純な考えで目を引くカット、とりあえずまずね目を引くカットを撮りたいってなった時に、はい、そうすると人間が普段見てない視点だと新鮮味があるわけです、はい、それどういうことかというと、めっちゃ下から撮るか、はい、めっちゃ上から撮るかなんですよ、はい、それを素材として1個撮っておくと、はい、目を引くんじゃないかなってところで、今からそれでその延長できる自撮り棒なりなんなりっていうのを使えてくるわけですね。でたまたま、ね、自分用に持ってきてるんで、ちょっと1回収録切ってそうしたら準備させていただきますね。あ、全然ゆっくり、あ、すいません、ちょっと今いろいろ実技指導を受けてまして、はい、で、こうちょっと雑談させていただきながら、またちょっといろんなお話聞かせていただければと思うんですけど、はい、やっぱりその非日常であったりだとか、いいなと思ったものにこうグッと寄って撮っておくってことですね。そうですね、それをやる、でもそればっかりだと、はい、まあ、でも今はどんどん短くない、時間、動画の時間とかインスタも、はい、僕結構自分 のインスタのアカウント、自分のやつだけ並んでるほらページあるじゃない、はい、プロフィールのページのやつは一応並びとかも考えたりとか、はい、一応あとアルバムみたい なんかそのまとめられる機能があって、はい、そういうのもあるんですけど、なかなか音楽でもそうらしいんですけど、ストリームでほらみんなランダムで流れてくるのを一曲で聴くんです。 ありますね、はい、だけどほらアーティストとしてアルバムで出してるわけですよ、はい、でアルバムってほら曲の順番とか、はい、曲の入れる曲の組み合わせとか雰囲気もすごい一生懸命大体の人って考えてるわけです。そうですよね、最初の方はこうちょっと明るいような中から最後はこう落ち着くような感じとか、そういう流れとかありますもんね。でアルバム単位で聴いてほしい人が多いと思うんですよ、アーティストの人って、はい、ただ今インタビューで結構大変だっつってたのは、はい、みんなもう一発の曲の単体でしか聴いてくれないから、それがなんかそれ単体で聴いてうんってなって、はい、飛ばされちゃったりとか、はい、だから結構売れる曲がだからそのもうパッと聴いてなんかもうインパクトっていうか、はい、なんていうんですか、すぐほら気持ちよくなるみたいな、はい、その曲の1曲だけでしか見てもらえないから、はい、
アルバムで作る意味ってあんのかなみたいな、すごい悩んでるみたいな。なるほどですね。だからそれも今この写真とか動画も一緒で、僕ちょっとすみません、自分の手前ミスで写真集今度出させていただくんですけど、ぜひぜひ言っていただいて、アピールしていただいてください。初めて128ページですごいですね、128ページそうそうそう頑張って作ったんですけど、はい、よかったら通販するんでぜひぜひちょっと概要欄にあるところから見ていただけて、はい、でその写真集に入れるための写真と、はい、その組み合わせじゃないですか、はい、あとインスタグラムでいいねをもらうための写真って全然違うわけですよ、はい、1枚でだからインパクトをバーっていやーすごいってパーッと見ただけでバーってなるようなインパクト、はい、一瞬しかみんな見てくれないんで、はい、そうするとやっぱりすごい広い画角でもう人間ってそんな広く見れないんで、はい、すごい広い画角でもう分かりやすく光もバーってなって、はい、っていうのしか多分なかなか注目されにくい、言い方悪いかもしれないですけど、再度ゴテゴテみたいなやつですよね、とかだからそういうのが流行ってるのって、はい、そういう理由ちょっと見た目と違うようななのかなっていう、それがいいか悪いか流行りなんで、はい、いいか悪いじゃないですけどってなってるんで、もしでもそういうのをみんなに見てもらいたい、まずみんなに見てもらいたいっていうんだったら、はい、やっぱりこうさっきインパクトショーみんなが見ないようなものとか、はい、みんなが見てないような視点から単純にやるだけでもう誰でもそれは、うん、なんていうか行動するだけでできることなんで、はい、まあ、ちょっとあれですよね、概念変えるだけですよね。この形だけが自分の撮れる動画じゃないんだよってところに行ってもらえればおしゃれな動画になる可能性があるってことですね。そうそう、今回の趣旨には沿ってるのかなと思います。いや、すごく沿ってるっていうか、ありがたい話だと思います。いや、わかんないです、いいんですよ、そんな。いや、もう違ったらなんか全然言ってください。もう本当そうですよ、私のチャンネル見ていただけば分かりますけど、大体話してるだけなんで、そういうのじゃなくてこういうのちょっと動きを加えていけるっていうのだけでも質変わってくると思うんですよね。すいません、金子さん今日ありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございました、はい、ぜひちょっと最後にこうチャンネルの方の紹介等をいただいて、はい、締めさせていただければと思います。私の方は気まぐれでカメラの話をしたり、最近はやってないんですけど映画の話も本当にリクエストいただければねするんで、何でもどんな話でもまあ、とにかくなんか概要欄から飛んで作品とかなんかよかったら見ていただけると嬉しいです、はい、そうですね、ぜひ見ていただければと思いますので、はい、またね、ぜひさっき話してたんですけど、はい、またなんかこういう対面かなんかズームでも、ね、なんかリモートでもなんかできればと思うんで、ぜひこうちょっと写真とかその映像のこと含めていろいろ教えていただければなと思いますので、ね、これで二度となかったら何かあったかと思われるんで、もう一回はしないと、ね、そうですね、まあ、そんなこと全くないんでご安心ください。もう一回ぐらいはしないとちょっと逆にね疑われちゃうんで、もう一回は、ね、最低もう一回はさずっと思うんで、ね、まあ、もう一回以上の付き合いでなっていければいいなと思っておりますの で、ね、はい、続きどうぞよろしく。本当にありがとうございました。とんでもないです、こちらこそありがとうございました、はい、お時間いただきまして、はい、もちろんゆうすけさんのチャンネルも登録いただいて、はい、お願いいたします。失礼します。はい、ありがとうございました、はい、失礼いたします。